めっちゃいい、すごい。あ、そう、話さないといけないことがあるよね。めちゃくちゃ茶番で武者修行にアメリカ行ってくるとか言ったけど、実は今回世界陸上の関連でアシックスさんと一緒にこの世界陸上の魅力をみんなに発信しようとか、海外のこう楽しいところをみんなに知ってもらいたいとか、そういったところで現地レポーターとしてアメリカに来ています。で、早速なんですけど、大事件が起きまして、乗り換え間に合わないっていう飛行機が遅れてで、今オレゴン州の友人に行こうとしてたところ、行けずに今サンフランシスコにいますはい、ということでちょっと1日1泊ここですることになったので、今日1日目は満喫、普通に純粋にアメリカを楽しむ、純粋にアメリカをちょっと満喫する日ができたので、ちょっと今からご飯食べに行って、ちょっと観光っぽいことができたらいいなと思ってます。見てこれ、これ見て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 、やばくない？これすごくない？めちゃくちゃ綺麗、あれ橋を見て、橋、わー、やばい、めっちゃ感動してる、本当に感動してる、めちゃ綺麗、やばいよね。奥になんとか島が見える、そう、エトロフ島、違う違うっていうので、ちょっと今こうやって景色を見ながら今日1日目は観光したいと思います。これは何ですか？これはパンにシチュークラムチャウダートラディショナルスープって言って、ここの地方の伝統的なパンにクラムチャウダーを詰めたものになります。これは昔の人はその、何かこう器をこう洗うのが面倒くさくて何かこう近くに器になるようなものがないかなって言って、パンをほじくってそこにクラムチャウダー入れたのがきっかけって言われています。いただきます。はい、まあ、シチュー、なんかクラムチャウダーって思ってたけど、ザシチュー、家で作るシチュー、そんな、うん、家で作るシチュー、完全に。でもパンとの相性いい、大きい大きい、俺の顔ぐらいあるいや、今回ね、前回チェコはすごい苦しいんだけど、俺もうアメリカと行けそうな気がする、ただそれぐらいなんか今回は安心、食事に困らなさそう。ごちそうさまでした。美味しかったですね。いいね、お腹いっぱい、思ったより多かった、食べたら眠くなってきた。おやすみ。キャンプファイヤー行きましょう。9時だけど眠いの寒いキャンプファイヤーやだおはようございます。はい、おはようございます。今からオレゴン州のユージーンに今から飛行機で朝から飛び立ちたいと思います。はい、あっち行ったらちょっと今日は走りたいなと思ってるので、元気出して走ります。ここよりなんか自然豊かそうで。そうね、そうね。もうこっちもすごい、カリフォルニアもすごい綺麗な景色も多くて、まあ、住みやすそうな街だなって感じで、ご飯も美味しかったので、またちょっとあっちで州が変わると。ご飯とか気候とかどう違うのかな。こっちはもう本当に菅平寒いむしろ寒いぐらいでしたね。そう、寒い。なんか気温はすごい、天気はめっちゃいいんだけどすごい寒いみたいな感じだったから、ちょっとあっちのまた気候もちょっと楽しみながら行きたいと思います。はい、2日目、やってみよう。はい、無事オレゴンに到着しました。はい、到着、イエーイめっちゃ過ごしやすい気候、あったかいですね、こっちは。あったかい、半袖半ズボンでいけるぐらい、全然いける、雲一つないめっちゃいい天気。しばらく走れてなかったからさすがにちょっとジョグしようと思って、そうですね、久しぶりに走れるってことで、移動で2日間ぐらい丸々あんまり動けなくて、やっとこっちでホテルをつけたのでいいです。まあ、心がすごいなんかリラックスされてる、なんかもう大自然って感じ。うわーめっちゃ気持ちいい、やばい、ほら、やばくない？めっちゃ気持ちいい、めっちゃ気持ちいい、これは、はっおー、来た、やばい、よーい、これが大学の競技場ね、大学の競技場に見えない
界のレースで先頭に出るのはすごい。基本的に先頭に出ると風よけに使われたり、こうペースがうまくつかめなかったりするから不利なんだよね。だからなかなか先頭に出るっていうのは結構勇気がいることなんだけど、今自分でこうやって作ってるのは多分まあプラス狙いも考えた戦略だと思う。あんまりスローになって良いドンするよりは、のぞみちゃんのようにこ うまく自分でリズム作って、こう最後着順に入らなくてもプラスで拾われるようなのを狙って、こうスローになるのを避けたんじゃないかなって思います。こんな感じのアシックスさんのウェルカムパーティー的な、そう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 、そういう世界、全世界のアシックス社員が集まっている場所に来ています。こんな感じですごい盛り上がりながら、音楽や歌がありつつ、酒もありながらっていう感じで、みんな国を隔てず、すごいフランクにみんなで仲良く会合してます。すごい楽しい感じです、はい。英語がそんなに得意ではないのでうまくこう灯りながらだけどなんとか頑張ってなんとか意思疎通はできてますね。なんとかそのファッションで通じるからね。今日はもうちょっとゆっくり楽しんで、また明日に備えたいなと思います。はい、では2日目終了。おはようございます。グッモーニー。朝から練習お疲れ様でした。あ、そう、練習してた。なんかちょっと時間が今日は朝行ったから気持ちよく走りたいなと思って、明日5000も走らないといけないから、いきなり走るのはちょっとさすがに不安だからちょっと刺激入れぐらいで、刺激入れで300を10本やった、うん。じゃあこの後観戦ですね、うん。そう、観戦。俺の同級生の周平が出るよね。あ、そうですね、周平さん、大学の同級生で、すごく楽しみかな、今日は。あと何があるっけ、今日は。あ、男子の1500予選？予選、日本選手はいないんだけど、やっぱり今自分の好きな種目だからすごい楽しみなところもあって、あと100も決勝が。あ、そうですね、今日決勝あるから、そこまで、はい、ちょっと今日は一番好きな種目の集まってる日かも。うん、じゃあちょっともうそろそろ時間なんで急いでいきましょう。Today, however, we are very excited to welcome you all to an exclusive first look at ASIC's latest performance innovation. So without further ado, let's get started. へぇめちゃくちゃ足ついかな、どうなんすかね、足でいいんかな、もちもち、ちょっと足乗っけるぐらいいいんじゃないですか。あー、すごい履いた感じどうなんですか。弾力感があって、うん、なんか気持ちいい、本当に。でなんかかなり涼しいらしいですね。そうなんかこう通気性もすごいよ、夏とか履きやすいよね。うわ、待って、やばいはまった。え、じゃあ体重の差は全然違う、かなり沈むんよ、ずっしり沈む。え、見てほしい、この横体重かけるだけで、うん、ほら、あ、本当だ、めっちゃ沈んでる、沈んでるよ、めっちゃ気持ちいいこれはやばい。あれ、サスケスケにしようって言ったことはあったんですか。はい、そうですね、やっぱり形が 3D プリンターで自由に作れるんですよ。そうなると今まで外側の形だけ、例えばシルエットだけだったとか、中も複雑に形を変えることができるんですよ。そうなった時にどうやったら軽くて気持ちよくてすごくいいんだ、作れるかって考えた時に中をボンボン抜いていって、ナティスって言うんですけど、ユニットの工場に複雑な構造がすごくいいなと思って、軽量系の、そうですね、はい、2日目最終
就職国になりました。で、1500とか今ちょっと見てたんだけど、すごい面白くて、今から最終種目の100メートルでサニブラウン選手が登っているので、すごい何十年ぶりの日本人の決勝進出ということで、ちょっと楽しく見させてもらいたいなと思います。ちょっとこの盛り上がりをみんなに伝えられたらいいなと思っているので、はい、一緒に盛り上がっていきましょう。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。 100m すごかったですね。すごかった、マジですごかった。もうなんかこう死に引きのようにふわーって盛り上がって、みんなスタンディングオベーションに立って、もうね、なんかもうこんなみんなで盛り上がるっていうのがもう最近ではここ何年もなかったことなので、すごい感動的でした。ということで、じゃあ明日は朝から5km の大会が、そうだね、明日は朝から5km があるんですよ。三塚さんの番ですね、はい、俺の5km があるんですよ。男子マラソンが朝あるんだけど、それと同時スタートということで、アップリフト5km っていうんだけど、それに出場するので、まあ負けずと頑張りたいなと思います。とりあえず今日はまたしっかりと休んで、そうです、明日また、ね、楽しみつつ頑張ってください。頑張ります。これでまあ一応なんていうかな、まあこうやって世界陸上今観戦してみて、やっぱりこう今までにこう感じられなかったような盛り上がりとか、このまあもちろんハイパフォーマンスの競技とか見れて、なんかこうもっと陸上って本当にこんなに楽しいんだというか、もっともっとこう楽しめることってたくさんあるなって思ったし、この楽しさをもっと陸上やったことない人とか、あのランニングしてますとか、それぐらいの人たちにもこう見せたいなとか、楽しんでもらいたいなって思ったので、ちょっとこの経験をより多くの人に伝えられるように、また自分自身もいろいろ日本に戻ってからもチャレンジしたいと思ったし、いろんな工夫をどんどんして、なんかこうなんていうんだろうな、まあそれはちょっと僕のこれからの活動を見ていれば分かるということで、引き続き応援してくれると嬉しいです。はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。バイバイ、明日頑張ろう。